ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン、前回の続きからプレイしていきましょう。ディオコンビを倒した後からですね。人間ごときにこのディオが膝をつかされるとは、よくも、いい気になるなよ。貴様ら全員、いつか必ず切り刻んでゾンビどもの餌にしてやる。負け犬の遠吠えすぎる。おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言。やつとは一時手を組んでいるだけよ。いずれはディオもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。くそー、逃げやがったぜ。ジョースターさん、大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて消やしたぜ。あ、ジョナサン指示だったんだ。スピードワゴン、そういや、あんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたのかを。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロッドへ行くはずだった。あー、そこの時点なんだ。吸血鬼とかしたディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。タルカスとブラフォードのとこだっけ。だがその直前に異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもであふれかえった。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとう、スピードワゴン。もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。ジョースターさん、すまねえ、仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は空城城太郎だ。空城城太郎、ジョナサン・ジョースター、そして遺体の案内人スピードワゴン、ここで始末してあげるわ。誰だ。マライエだっけ。誰だてめえ。あら、ごめんなさい、あなたとは初対面だったかしら。私はエジプト救援神の一人。あ、やっぱマライアだ。ステト女神のマライア。能力なんだっけ。エジプト救援神だと。ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとはいい度胸してるじゃねえか。一人ですって。ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ゼペリー、ゼペリスさん。誰だ。
ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ、セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。セペリさんに目を覚ましてもらわなくては。やれやれだぜ。ジョナサンメインで使えるんだったらそのまま行くか。でも多分ジョータロを使った方が強いんだよな。異変あるとはいえさ、ゼフェリにああやって言われるのきついな。ゼフェリさん、全力で行きます。捕まえるまでが勝負だな。弟子の始末を正すは死の務めよ。来い。磁力はどんどん強く。ああ、磁力のやつか。ジョータロー、お前をぐちゃぐちゃに押しつぶすまでな。ボルナレフとジョセフと戦ったのかよ。そんなんだって気がすんな。死んでくれ。顔貯めといた方がいいんだ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。よし。オーケー。援護を頼む。行くぜ。行きましょう。オーケー。いった。はい。よし。出て出て出て。おらよく。あ、いった。ズーパンチ。はいはい。よいしょ。もらわないで。ズンパンチ。ズンパンチ。はい。オーケー。ズンヌ。よかろう。ズンパンチ。やばいやばい。はい。波紋カッターあれじゃなかったよ。パパウパウパウって言ってなかったっけ。あれないんだ。痛い。よし。ズーパンチ。あれくそ。あくそ。ちょっとやばい。あとジョナサンに任せてもいいかな。少し食らったな。リアルコンボモード。全パンチ。
消えるのはお前の方が。えい、一体何が。二人で行くぞ。おう、後に続いてくれ。ぶちかまっす。おら、スタンドは多分見えないんだよな、セペリさん。てめえ、ジョー太郎の方を狙って、いけたか、よし。どうした、てめえら、もうおしまいか。ゼペリさん、あなたを信頼しています。だから全力で戦いました。よし、オッケー。どんどんジョー太郎が強くなっていく。これほどまでの使い手に成長しておったとは見事。だが次にまみえた時こそ決着をつけてくれよ。なめた真似をしよって、覚えてやがれ、このピチグソども。本当ジョジョの女性陣口悪いよね。待ってください、ジェペリさん。逃げられたか、ジェペリさん。必ず僕が元に戻してみせます。ジョースターさんよ、こいつを受け取ってくれ。今までなんとか守ってきたがよ、こいつは本来あんたのものだぜ。スピードワゴン、ジョースターさん、大丈夫ですかい。すまない、少し疲れたみたいだ。無理もねえ、今までずっと一人で戦ってたんだ。ジョー太郎、亀を出してくれ。中に入って休まなきゃな。遺体はもう集まったのか、ジョー太郎。ジジイ、どうした。ソファーに座っとったらスピードワゴンに追い出されたんじゃ。ジョースターさんを休ませるとか言われての。わしもジョースターなのに。かわいいな。やれやれ。二部のジョセフと出会ってんのやっぱ見たいな。短かったな。ファントムブラッド。本編も結構短いよね、ファントムブラッド。の、リオ。DIO の方じゃない方だもんな。下り坂にいるんだって誰だ、誰だっけあれ。おい、聖なる遺体って言われてもよ、日本人にはいまいちピンとこねえよな。すげえパワー持ってそうってのは認めるけどよ。なんだ、あ、神湯のシール。なんじゃ、まさか別の時代に行くとことになるとはな。つくづくこの旅は奇妙な出来事の連続じゃな。あら、ナランチャのようにブチャラティが戻ってくるのね。よかった。そうだな、生きてる状態のブチャラティが戻ってくるんだったら嬉しいよな。あ、デスサーティーン、デスサーティーンだっけ。あれだよね、華僑院が打開したやつだよね。ほい、オッケー。で、
ジョータロー。はい、この二人だいぶ強くなってんな。帰るぞ。俺に近づくな。残り少ない寿命が縮むだけだぜ。ジジイ、今度は義手の小指だけじゃすまねえぜ。ややこしいな、この4人。腕試しか、ヨタロウ、手加減はせんぞ。オープンだけ。どっちからやる。ジョータロウの方が火力は高いんだけど。てめえ、いいもん拾ったぞ。はいはい、少し暗くはい、やめとまくる。あ、デスターティうるさ。はい、リアルコンボ行くぜ。はい、はい、ジョータの方がもうだいぶ減ってるな。よいしょ。はい、なりほー。よいしょ。痛い痛い。はい、行くぞ。行くぜ。はい、わしの出番じゃな。アーミッドパーフル。オーマイガー。やれやれ、なんてな。今じゃ。おらおら、まず一人。獅子の魂か。食えないジジイだぜ。少し食らったな。よいしょ。はい。行くぞ。行くぜ。なんか向こうになんかあるあるっていうか、あ、レッサーフィンか。はい、よし、オッケー。はい、よし。ハーミットパープル、これどうやってする。あ、これか。なんで止めただけなんだ。あー、くそ、止め返された。よ、予想以上のジョータローのパワー。情けねえジジイだ。とても血のつながりがある俺のソフトは思えねえな。ジョータロー本当に強すぎるよな。信頼度アップ。ジャイロも使いたいな。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。